はい、皆さんどうもこんにちは、早稲田ビジネススクールの大滝です。よろしくお願いいたします。今日はですね、日本の教育の未来を考えるというテーマで、海外からお越しいただいたお二人のゲストとともに、海外からの提案というディスカッションをですね、こういう時間していきたいというふうに思います。私はビジネススクールという現場で日々感じているのは、やっぱり日本のですね、ビジネスがすごく急速にグローバル化しているにもかかわらず、なかなかそのグローバルなね、そのオペレーションをマネージできるようなリーダー人材がなかなか育ってないということで、やっぱりこれは大学の問題にもあるんだけど、もうちょっと遡ると もっとこう幼少期というか、それこそ小学校とか中学校からね、そのくらいからのやっぱり教育でもっともっとそういうその海外で活躍できるような人材イメージをその持ったようなこうプログラムがなきゃいけないんじゃないかなと普段思ってるんだけども、今日はお二人で、ご活躍、海外のご活躍のお二人なんで、ぜひその視点からですね、いろんなこう、問題提起プラスその提言が出てくればいいかなと思うんですけども、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。じゃあまず中間さんから、はい、問題提起というかね、それをお願いできたらと思います。はい、でまずちょっと私の方で問題提起をさせていただきます。で私が感じていることをですね、お話します。私今香港で生活して、今年で18年目なんですけれども、はい、この日本経済というのが、いわゆるこの20年程度でどんな変化があったかということを国民一人一人がこう知るべきじゃないかなと思ってます。でその中でちょっとですね、数字で少しご紹介したいと思います。で今から20年前、約20年前、こちらがですね、1995年 の, GDP です。で日本はご存知の第2位だったんですね。でアメリカに次ぐ経済大国で、この中 で数字でぜひ知っておいていただきたいのが、この日本の GDP 当時の総額というのは、ドイツとフランスとイギリス3カ国を足したくらい大きな経済大国ですね。正直私日本で生まれ育ったわけなんですけども、日本で生まれ育った時ですね、私なんか日本って小さい国ってイメージがあったんですね。なんか地図上も小さいじゃないですか。でそんな小さな国がその国連だとかですね、 IMF だとかですね、ODA 等で巨額のこう支出をしてて、なんかこういじめられてるんじゃないかなんてですね、そんなこともあったんですけども、実際よくよく数字見てみると、あ、これすごい国だったんだなと、これは香港で生活として感じました。でまたただ規模が大きいからといってですね、やっぱり一人当たりってすごい大切なんですね。はい、でそう見ると一人当たり見てみても、実はですね、これ42,538米ドルっていう形で、上位の中でも一番ってことです。本当、この数字まず知っておいていただきたいなと。私が海外で生活して感じたことっていうのは、日本っていうのは本当に圧倒的な経済大国だったということ。であともう一つが、やっぱりこう豊かな国で育ったってことに本当感謝できるようになりましてですね、これも海外生活して本当良かったなと思ってます。でところがなんですけど、その後20年経ってですね、今どうなってるかっていうことをちょっと数字で見てみます。でこちら日本、2015年ですね、はい、中国に抜かれたんですね。で抜かれてですね、これいつの間にかなんですけど、中国にはもう2倍以上というか3倍近くまで GDP ってこう差をつけられています。でやはり大切なことっていうのは、一回中国は人口多いわけですから、1人当たり大切ですね。で1人当たり見てみますと、32,478円ということで、これですね、ちょっと見てみますと減ってるんですね。でアメリカがこの20年で約2倍、中国は13倍以上です。で私が生活している香港、斉藤さんが生活していたシンガポールを見てみますと、こんな形ですね。この20年でシンガポールと香港には、日本は1人当たり GDP で見るともう抜かれています。で韓国も、この20年で2倍以上になっておりまして、このペースでいくと何年かのうちに抜かれるんじゃないかっていう話もございます。じゃあなぜこの日本というのは、この20年間経済があまりよろしくなかったのかとです、
でよくそのメディア等で報道されたりするときにこういう話があるんですね。日本は少子高齢化なんて人口が減ってる国だよね。で特に問題はこの生産年齢人口という15歳から64歳の若い方の人口が日本というのは減ってるんだ、これが大きな問題じゃないかって話が出てきます。で実際にですねこの生産年齢人口ってもので見てみますと日本経済のピークだって言われてた1995年がまさにピークなんですよ。でそこから見るとこの20年でだいたい1000万人減ってるんですね、まあ、勤労者世代が1000万人減ってる。でここが、まあ、日本の経済が調子悪い一番のポイントだっていう方もいらっしゃいます。でも正直私はですねこれは単なる言い訳に過ぎないというか人のせいにしているに過ぎないと思うんです。でこれなぜかと申し上げるとですね日本と同じように人口が減っている、また生産年齢人口が減っている国って存在するんですね。その象徴たるところがドイツなんです。でドイツを見てみますと総人口の減少率は大体同じくらいです。ピークは実は日本よりも先に迎えています。生産年齢人口に関しましても、まあ、大体同じ程度の減少率です。そのドイツ20年比較してみますと総額でも1人当たりもちゃんと成長しているんですよ。正直この数字見てみますとですね、こう戦争があった国以外でこの20年で1人で GDP が減っているのはおそらく日本だけです。ただ一方でその GDP、まあ、経済的な数字が抜かれても日本人の生活って、まあ、あんまり変わってないよねと、別に豊かじゃないか、まあ、確かに豊かなんですね。でもですねこれ結構なものを我々が失ってるってことをですね皆さんに気づいていただきたいです。それ気づくためにですねちょっと2つの指標を出します。1つが為替です。もう一つが物価上昇率なんです。この2つでちょっと日本経済を交差します。で為替につきましては、まあ、世界でいわゆる基軸通貨米ドルと比較しましょう。でこちらがこの20年間の円と米ドルの為替の動きです。1995年の1月は1ドル 99.79 円大体100円なんですね。その後アジア通貨危機がありまして一旦144円もいきました。その後この辺では、まあ、サブプライムローンの問題があったりリーマンショックがあったりしながらですね、まあ、こう上がったり下がったりしてるんですけども、大体ですねこう見てみるとアジア通貨危機ちょっと例外的なんですけど大体1ドル100円のプラスマイナス20円です。まあ、違った日をこちら見てみるですねこれがまあ1月の、まあ、月中為替平均ですけども、まあ、こちらで見ていただいても大体1ドル100円なんです。この20年間ではそんなに大きな為替の変動がないと言ってもいいかと思います。で次にですね物価上昇率です。で物価上昇率これ確認出しますとですね日本はこの20年間デフレって言われてましたですね、はい、0.1% ですね。で一方でアメリカは 2.2%、でまあ、香港にしろ、新加坡にしろ、まあ、それ以上の物価上昇率なわけなんですけどね、はい、じゃあ何があったか、ここでちょっとこの2つを整理しますね、はいはい、日本でラーメン食べる1杯500円、これ20年前も今もあまり変わらないんですね、日本というのは500円のラーメンが20年とか500円の国、デフレの国なんですね。で一方、アメリカはですね、20年前ラーメン1杯5ドルだったかもしれません。でもこの20年間毎年 2.2% これ複利で上がったりするんですね。ひょっとするとこれですね10ドルになってるんですよね。ということは500円持ってって5ドルに変わることっていうのは今も20年前も変わってないんですけども、500円を持ってって今アメリカでラーメン食べないんですね。これというのは500円の価値が下がってしまっている。でこの物価上昇率も加味した為替レートのことを実効為替レートって言いますけど、こちらはこの20年で大体半分になってます。
実は我々タイに拠点を出しながら、毎月ですね、30名から50名ぐらいの、うちの、お客様等がですね、観光ですとか視察にお越しいただいてるんですけども、よくいただく声が、昔と比べてタイはだいぶ上がったなんですね。確かにまあタイが上がったってこともあるかもしれませんけど、案外こちらも下がってますよってことですね。20年前私が接客する香港には、日本人の方が買い物ツアーでいらっしゃったんですね。ブランド品のお店なんか行くとですね、いらっしゃいませっていうですね、おっしゃっていただいて、買い物もできた。20年経った今ですね、銀座に行くと中国で迎え入れしてくれるっていうですねうちの香港人スタッフなんかも、もう日本に来て買った方が安いよねって言います、こちらが下がってるんですよ、でこの、実効為替レートが半分になってるってことは、20年前と比べて皆様の給与とか資産等がこれ2倍になってて、ちょうど世界標準で見て変わってないってことです、で日本の、新卒の初任給、20年前と比べて変わってないんですよ。本当ですね。ですね。で最近、シンガポール、香港等に出てきている日系企業、昔で本当考えられなかったんですけど、駐在員の給与よりもローカルスタッフの給料が高いって企業がですね、もうだいぶ出てきてしまったと。これ同じ働きをしているかもしれませんけど、日本人に対する評価がもう半分になってしまっている。これが、いわゆる失われた20年だと思います。これおそらく日本国内のですね、企業努力の中で、物を値段を安くしてはいけない、輸入コスト変わらないかもしれない、じゃあ何を安くしてきたかというと、日本人の人件費なんですよね。でここはもう本当に大きな私今問題だと思ってましてですね、でここについて今後どうこう、打開していくのか、それについてはやはりもう根幹たるやっぱり教育と思っておりますですね、今日この言葉をですね、テーマにお話しさせていただきたいなと、このようにですね、はい、中村さんどうもありがとうございました。マクロ経済の視点でやっぱりこの失われた20年間 の起きたことを非常にコンパクトにまとめてくださいましたけど、それと日本の教育の将来とどういうふうに結びついてくるのかあたりは、これからの話になってくると思いますので、はい、ありがとうございます。じゃあ、最近斉藤さん帰国されたんですよね。でもそれまでずっとシンガポールにおられて人材育成をやっておられた。そうですね、はい、その視点でどんな問題課題意識を持っておられるか。はい、そうですね、私の場合はですね、東京でもともと最初に留学のキャリアカウンセリングのサービスで起業したのが生まれて初めての起業だったんですけども、それは1995年5年でした。そしてその後、ちょっと経営の勉強がしたくて、そのオフィスを閉めてですね、シンガポールに留学をして経営の勉強をし、そして2001年から今年2017年の3月まで、本当にトータル15年間をシンガポールで留学して起業して仕事して生活してっていうのをシンガポールで15年間過ごしてきました、でそこの視点でいきますと、自分が外国人の立場でシンガポールで学生の立場でその国を見たりとか、教育を見たりとかっていう立場の視点もできましたし、その後外国人でその外国の政府の下で起業をするという立場でもありました。そして実際に、その時は日本人で初めて外国人起業家パスというのをいただいてですね、それでグローバル人材育成専門の会社を作ったんですけれども、そこからが2004年から2017年ですね、合計大体約13年間はシンガポールを拠点にして、特に日本の企業さんのシンガポールベース、それからアジアで、ご存知だと思うんですけれども、日本の企業さんは東南アジアに関してはシンガポールをベースにしてヘッドコーターを置き、その周辺の諸国に対してマネジメントをしているというのが多いんですけれども、
まあ、そこの本社の、まあ、アジアの本社の方たち向けに駐在員のグローバル人材育成、そしてもう一つはその企業さんの人組織人事制度のグローバル化、グローバル化っていうとちょっとレベルが高いんですけども、まず海外拠点での人、まあ、人事制度ってどういうものか、まあ、ほとんどあの日本の本社のやり方を持ち込んでいるケースが多かったもの で、うん、であと駐在員がほとんど、まあ、マネージャー以上全部日本人が上を固めているというような組織ばかりでしたので、やはりそこの下で働いているローカルスタッフが、まあ、あのガラスセリングというよりはガラスじゃなくてもう完全にあのトタンがそこにもう貼ってあるみたいな状態ですね。上を見れば全員日本人という、でそこから上に私たちはいけないんだというような組織の中で、日本人の幹部の方たち、駐在の方たちがローカルスタッフが働かねえんだな、本当にすぐ帰っちゃうし、全くこう責任感もないし気がつかないし、私たちが気づいたらもう帰っちゃってるからねっていうような、こう、うちはもう どこの国、どこの企業さんもそういうようなことをおっしゃってまして、まあ、一方で私の方はある意味シンガポールで学生をやってる時なんですけども、6000人いる学校の中で日本人がたったの一人という、まあ、そういうマイノリティのところで2年間過ごしまして、まあ、そうなってくるとですね、やっぱりその自分自身がアジアの中の一つの国のジャパニーズという種類の人間なんだなっていうのをすごい痛感した上 でやっぱり中国人は多くて、やっぱりインド人は多くって、同じ学校の中でも、でその中で日本って本当は小さいんですけど、私は本当に小さな一人マイノリティだったんですね、まあ、そういった意味ではそういう視点でシンガポールでいろいろな立場で社会とか、あとはそのシンガポールから日本を見た、そしてシンガポールと日本を比較したり、あとはそのインドから見た時の日本の距離とか、まあ、そういったいろいろな人の視点をあの共有しながらあの生活し仕事をしてきたこの約15年間というサイトです、はい、うん、なるほど、はい、と斉藤さんの場合には学生として、まあシンガポールの教育をの一部受けて、その視点、そうね、留学生としての、ね、視点と、あとその後起業されて日本の企業の、まあ、グローバル化というか現地化の、はい、そのお手伝いをする中で、される中で、まあ、おそらくあの日本の教育制度とね、あるいは日本の人材育成のやり方と、その海外のそれとこう、ね、その狭間でこういろんなことをこうあの考えておられたおられたんじゃないかなって思いますけどね。はい、おっしゃるとおりです。OK、はい、わかりました。ありがとうございます。さて、じゃあそういうお二人なんですけど、日本の教育ってどういうふうに変えればいいの？もうまずはそのマクロの経済費ね、あの指標をあのご披露いただいた中野さんが考える日本の、教育にとって不可欠なもの、今後。今後不可欠なものはですね、私は A のですね、もうあの。チャレンジ精神、チャレンジ精神はそう、はい、だと思います、うんうん、でチャレンジ精神の前提として一つ大切だと思うのは、うん、あの日本の文化的構造でこれは素晴らしいところがあるんですけども、うんうん、一方でその、まあ、いわゆる失敗に対する考え方、うん、ああなるほど、うん、我々日本人ってこうやっぱり完璧求めますんで、はいはい、もうサービスにしろ、うん、製品にしろ素晴らしいものを出していく、うんうんうん、はい、でもその反面やっぱり失敗を恐れてしまっているところがすごくあるなと、失敗するといきなりこうレッテル貼られちゃって二度と復帰できないみたいなね、はいはい、でもやっぱりこういろんなものにチャレンジして、うん、まあ、成功をすることによって自信がつくと思いますし、なるほど、ね、一方でやっぱり失敗することによって大きな学びがあるんで、うん、はい、うん、でこのやはりこの、はい、失敗を許す文化というかですね、そうか、はい、まあ、極めて根源的 なんかあれ、ね、あの教育といっても根源的なこうマインドセットの問題っていうかな、そういうのが分かってきますよね、チャレンジ精神、失敗を恐れないチャレンジ精神こそその教育の中でもっとこうね、若いその人たちからこう学んでってもらいたいっていう感じ。そうですね、斉藤さんは自分で起業されましたよね、はい、シンガポールで、はい、でなぜシンガポールだったんですか？
まあでも日本でも起業してされたんですそうですね、まあ、その時は本当に個人事業主で、うん、初めての起業でしたので、うん、その当時まだ学歴社会で、うん、やっぱり大学を中退したらもう高卒というふうに見なされて、うん、高卒までの職業選択しかできないというのが当たり前だったんですね。その後ですね、ソニーさんがその学部とかそういうの関係ある学歴無用のね、でそういう人たちにやっぱ大人になってからこういう風になりたいって本当に思った時の勉強ってすごい吸収率が高いんですよね、うん、受験勉強させられ感の勉強よりは、うん、で社会に出てみてやっぱり自分の人生考え、うん、今この仕事をしていていいのかという風に自分を見つめ直した時にもう学歴は今ない、その時再チャレンジができるやっぱり教育の制度じゃないんですよね日本は。でそこでやはり海外に行ってもう一度学び直しキャリアをチェンジするっていうことを私は留学のサービスをやりながらきちんとその人生のキャリアを設計して目的を持ってその留学に行けというところにすごく時間と手間を使って送り出してきたっていうのがその最初の起業の時の、まあ、ブランブルー留学キャリアセンターっていう名前で上野のワンルームマンションでやってたんですけども、はい、で実際にですね有限会社なんとか運送のお兄ちゃんが帰ってきたら帰ってこなかったんですけどオーストラリアに行ってスキューバーダイビングのプロフェッショナルになってインストラクターになってケアンズでもう店長のインストラクターとして働いてビザも取ってそしてその先で結婚までしちゃってですね、それがそれまでは有限会社なんとか運送のトラックのしかできなかった、トラックの運転手で、まあ、そういう再チャレンジ、うん、はい、で学びたい時にやはり私実は昔オーストラリアのワキホリデーも行ってたことがありまして、うん、まあ、当時ちょっと日本語教師のインターンシップをやってた時に大学にシドニーで日本語学科に行ったんですけども、大学に行った時にですね30代の学生がいっぱいゴロゴロいるんですよね、オーストラリアは、はい、日本はやっぱり学校を卒業して高校卒業してで22歳までの間の人ばかりじゃないですか、で初めてオーストラリアで大学って学びたい人が行くところなんだという、まあ、カルチャーショックを受けてですね、まあ、そういうこともつながってまして、まあ、だったらもう一度学びたい時に学べと、でそれをまあ全面的にまあサポートして学べる環境と、それからまあちょっと英語っていうね最初のやっぱりハードルはあるんですけれども、やっぱり目的があってこれを勝ち取りたいと思うとみんな一生懸命勉強するもんで、学生の時全然勉強しなかった人がですね、そうするとですね顔つきも変わって本当に変わっていくんです人が。だから人は変われるってことを私は結構実証して信じてきまして、あそこがベースになって私が今ここにいるっていうところですね、はい、だからあれか、斉藤さんの今の話だと、はい、やっぱり人間って必要になった時にこう吸収する方がずっとこう学びの、そうですね、なんていうかな、こう、ね、能力が高まるから、はい、やっぱりそういう必要になった人がその必要な教育を受けられるみたいな、その再チャレンジっておっしゃったけど、はい、そういうこうやっぱり方向に進まなきゃいけないんじゃないかって話ですよね。最近だけど、うん、もう大学院大学とかもうたくさんがあって、で、ね、はいはい、でまあうちのビジネススクールなんかもそうですけど、もうまあ、一応大卒ではなきゃいけないんですが、うん、あれですよ、もう相当の年齢の方まで応募されてきますからね。うん、本当に必要とされる方々がビジネスを学ぶみたいな傾向にはなりつつ、うん、そういうなんていうかな、仕組みができつつあると思うんですけどね、はい、うん、学んだ後も企業側の受け入れとかは実際どういう、うん、企業側の受け入れはないですよ、それは40、50になってビジネススクール出たからって全然それはなかなか就職難しいと思いますけどね、まあ、30代がギリギリかなと思いますけどね、そこは壊れないわけですね。だけど学びたいっていうふうに思う人って大体自分で何か始めようと思ってるんで、あんまりそこは心配はいらないですけど、はい、そうですね、で、中村さんおっしゃったのはもう本当に小学校ぐらいからチャレンジ精神とか失敗を恐れないみたいな、はい、そういうことを、まあ、徹底的にこうあれでしょ、こうなんていうの、教え込もうっていうか、そういう、こう環境で育てよう、それがすごく重要だってことですよね、はいはい、そうか、
よく聞くのはあれじゃない、西海岸、アメリカの西海岸でシリコンバレーなんかだと、まあ、失敗してなんぼだと、はいはいね、失敗して当たり前だと、はいはい、1回や2回で、ね、起業して失敗したくらいだと、逆に箔がつくっていう、はい、3回破綻した経営者の方が安心としてくる、ね、安心としてくる、ね、そういうことなんだけど、はい、それはどう、斉藤さんの言ったシンガポールなんかでもそんな感じなんですか。うん、ちょっとアメリカとはアメリカナイズされてる、うん、まあ、社会、まして共通の、ね、言語が英語ですので、うん、シンガポールは、うん、まあ、それはリー・クアンユーが国家戦略で、うん、国民にこうバイリンガルにしてきましたので、うん、まあ、世界共通語の英語を話せる国民にして、うん、まあ、彼らがちゃんとこう稼げる人になるっていうのをやってきたんですが、うん、そのあたりはですね、私もシンガポールも実は見えて失敗にはすごく恐れている。なるほどね、そうか。それはやっぱり超学、日本よりも超学歴社会ですので、試験で間違えてしまうと、もう自分の人生終わりみたいな。今の日本よりはシンガポールの方がその辺は学生たちは恐れているところです。そうですね、まあ、それ人それ聞きますよね、はい、韓国とかシンガポールって、まあ、本当の少数のエリートとその他大勢みたいなね、そういう中で失敗が、ね、許容されないっていうふうに聞きますけどね。そうですね。それとやっぱりシンガポール発のイノベーションっていうのが少ないというのは多分関係するのかな。そこには実は皆さんが見えない裏事情がありまして、うん、実際にシンガポールでシンガポール発の、まあ、ベンチャーやそれからビジネス、うん、あれを立ち上げてるのはみんな外国人なんです。あ、そうなんだ。シンガポリアンがアントレプレナーで、まあ、例えばソニーみたいな会社とか、例えば楽天みたいな会社っていうのは、実はホームページのこうで創業者を見ると、なんだマレーシア人だったんだみたいなことなんですね。そうするとシンガポールが直面しているのも、日本が今我々が直面しているのと結構似ている。失敗を許容しない育てられ方してるから。そうですね、なかなかこう、そこに似てるところありますね、うん、で英語でこう結構オープンマインドな、うん、あとあまり飾らない、うん、国民性のキャラクターなんですけど、うん、実際ですね、建前と本音みたいなのを使い分ける人たちで、やっぱりオープンでボスの前では何も言わない、うん、イエスマンにしといて、ではっきりとものは言って、嫌われたら終わり。学校の中でも教授に嫌われたら、ちょっとした点数の違いだった時に、まあ、そのマスターもらえるかもらえないかは、やっぱり嫌われたらまずいっていう、まあ、そういうマインドセットはそうかですね。リスク、そうです、リスクを取らない、取らないね、取らない、ただし得することにはすごくアグレッシブなので、そうね、はい、まあ、ちょっとチャニーズですよね。じゃあそのね、中村さんあれじゃない、その日本の教育の中にチャレンジ精神、失敗を恐れないスピリットみたいなものをどうやったら それがこうプログラム化できると思っておられますか。私はですね、実際にそのチャレンジしている大人たちからいろんなことを教えてもらう機会が増えるといいなと思います。子供たちが、はい、具体的には、うん、実際我々も実は少し活動を行っているんですけども、うん、サッカー選手とか、はい、プロサッカー選手なんかがやっぱり行くと、うん、子どもたちには説得力がすごくありましてですね。ああ、そう、はい、やっぱり、まあ、教授なんか行くと説得力効果ありそうだ。本当ですね、はい、でやはりこう、経営者の方で来て、やっぱりこの間お会いした上松電機の上松社長とか、はい、やっぱりこういろんなことにやっぱりこうチャレンジされている方ですと、はい、その子どもたちの夢を潰さないアドバイスをしてくれますし、はい、その失敗ってことに対しての考え方が違う方たちなので、はい、なるほどね。そうするともう根本的にそういうスポーツ業界とか本当にこうなんかアントレプレナーとしてね、もう見るからにチャレンジしてるような人が現場に行って、はい、先生じゃない人が行って、はいはい、で子どもたちと接するみたいな中で、はい、そこをこうマインドをこうなんていうかな、はい、もう失敗するのがかっこいいみたいなですね。ああそうか。でもさ、それ親がそれを本当にあれなのかね、子供たちに本当にそういうふうに許すのかな、教育現場でそういう、ね、教育が行われたとしても家に帰ると、うん、ね、うるさく言われるみたいな、そういう環境の中だとすでにもうしぼんじゃないかなと思うんですけど、そこは斉藤さんどう思いますか。そうですね、うん、まあ、結
結局親御さんが最終的に通信簿がどうなのかとか、で最終的にあのどこの、まあ、学校に進学できるのかとか、すごい気にしますよね。まあ、特に神経質になっていた超学歴社会の人たちが今、まあ、ちょうど前40、40とかですよね。やっぱりその親御さんたちの生きてきたあの人生での価値観っていうのが子どもたちに影響はしていると思うんですよ。はい、学校の教育の時間なんて極めてこう限られてるからね、やっぱり家でどういうふうに親とね、親がねどういうことをやってるかってすごく大きいような感じがするんだけど、そうですね、親は全員その失われた20年の中でディスカーコアスになっている中で、果たして子供だけがそんなディスク取るようになるか、そうですね、それすごい難しいことですよね。じゃあどうするか、そうですよね、はい、だから、子供たちが小さい時から教わる親って、まあ、親は親ですけど、やっぱりなんだろう、影響を受ける大人って親だけじゃないと思うんですよ。でただ今社会の中ではその近所のおじさんとかお兄ちゃんとかそのお姉ちゃんとかおばあちゃんとかとやっぱりこうコミュニケーションするチャンスがない。で別に親は親で、まあ、必ず親子ですから関係は途切れませんけれど、ただそこの人に話しかけられたら、話しかけられたらそういう人から逃げなきゃいけないと教わってますよね。そうなっちゃってるわけですよね。はい、で話してたら、いいから帰ってきますよ、何誰と喋ったのそう、ね、みたいな話になるわけ で、はい、でやっぱりそちら の、 この声かけられた話した人もなんか怪しい人みたいに思われちゃったんだと思ってやっぱりこうね遠慮しちゃったりするわけで、そこでその地域の、コミュニティの形成がやっぱり断絶されてるわけですよね。でも小さい時お二人もありませんでしたか、あの名前ももう覚えてないけど、あのお兄ちゃんかっこいいなと思ってそばに行って、そのお兄ちゃんが例えばかっこいい自転車乗ってて、それを僕も乗りたいなと思えばそこに行ってそれを見てあのちょっと乗らせてもらったりとか、まあ、私はそういう、まあ、どっちかというと男の人が多かったんですけど、自分が持ってないけれども憧れのものを持ってる人のところに行って、でそこから影響を受け、まあ、そういうことって今本当にないんじゃないかなと思ってます、ね、ってことは何、はい、そういう親じゃない地域のコミュニティの人たちとの触れ合いの機会っていうか、はいはい、そういったところでもう少しそのチャレンジ精神を醸成するようなそういう仕組みが必要だって話、ちょっとそこがすっ飛ばした感じがあるんですけど、やっぱりまず自分がこう好奇心を持って関心を持ってそれを知ろうとして、それを実現するためには物とか情報とか何が必要なのかなっていうことを自分で集める。学校の場合は何が正しくて間違いで、まあ、その正解の言葉をやっぱり覚えていく、正解を。でも何か物事一つやろうとして成功させようと思ったら、物を人、もしかしたらお金、あと誰かの手、それを集めないとその形にできないので、それをやっぱり自分でやり遂げた時にやっぱりその自分のチャレンジをして、まあ、先ほど中村さんおっしゃったように、あ、失敗しちゃった、何がいけなかったんだろう、で誰に助けを求めればこれが成功できたのか、そういうことが小さい時からあのできた時にやっぱりそれすごくいい経験になっていくと思うんですね、はい、そういうプログラムですかね、そうなるとね、そうですね、そういうプログラムができれば、はい、中村さんはそういうあれでしょ、なんかいわゆるその財務的なことを、はい、その小さい頃から勉強しなきゃいけないみたいな、そういうプログラム、いや、財務っていうのももちろん我々は行ってるんですけども、その根幹たる部分、経済教育っていうのはもともと経済って形成催眠ですので、用途に人のためがベースにあります。で我々お金を勉強しようと話してるんですけども、じゃあそもそもお金って何ですかが皆さん理解してないんですよ。でこれやはりそのまあ別々交換が始まって、人間ってやっぱり協力しなければ生きていけない以上ですね、協力するためのじゃあ道具として出来上がってきたお金、そのお金っていうものが動いてる背景にいろんな人の協力が隠されてるんだと、ですから我々がやはり、はい、そういう距離がないですから、まあ本当タクシー乗って俺が払ってるから偉いんだみたいな感覚で、
運んでいただいたって感覚はない、ないね、はい、まあ、じゃあ誰かがガソリンを、はい、採掘してくれて持ってきてくれたって感覚も一切ない、うん、はい、うん、まあ、そういうような、はい、そもそものお金の教育から、お金とは何かっていうところで、はい、その表面的なこの札束の話じゃなくて、はい、その背景にある人々の活動、はい、経済活動ですよね、はいはい、それを全てのものに対する、はい、感謝っていうところをお金を通じて、はい、確認していく。なるほどね。それを、はい、そういう教育をどのくらいからこうやるべきだって思ったでしょう。これはもうこの10年くらいですよ、うん、いや、それか何歳くらいからやる、行うべきはもう小学生から。小学生から、あ、はい、本当、これはもう完全に小学生です、そうか、はい、じゃあそういう、まあ、経済って言うと難しくなるかもしれないけど、お金の仕組みみたいなことですね、はい、はい、あとはやっぱり投資だとか、そういう話もやるんですよね、多分ね。投資の方はもうちょっと後からでまた知りましたもんね。ね、そもそもまず株式会社制度、ものすごいやる気もある、能力もある、でもお金がない、そういう人たちが周りの方に賛同いただいて、じゃあお金を、まあ、頂戴して、それをしながら実際本当に4ためになる活動ができることによってしっかりリターンも取れる。はい、これが本来の、まあ、株式会社、ね、これを単なるマネーゲームとして利用されているというのが、まあ、現実問題でございまして、そうでない単なるマネーゲームじゃなくて、本当のさっきも言ったように、その背景にある社会の仕組み、お互いのこう信頼関係みたいな、そういったところまでしっかり教え込むってわけですね、はい、それを小学校からやるべきだと思ってやっておられるわけですね。でそれをやることと、さっきのまさにチャレンジ精神っていうこと、若い子がそれを芽生えさせるということとなるのかな、やっぱりこう関連性があるのかな。斉藤さんのさっきの意見だとあれじゃない、はい、まあそういうね、親のその家に帰って親とのやり取りじゃないところで、やっぱり、いろんな人とこう接していく中で、単に運動選手がちょこっと来て話すってだけじゃなくて、普段のそういうプログラム化された中で、外の人とこう何、まあ、出会いがあって、はい、でそういった 人からこういろんな刺激をもらっていくっていう、そういう仕組みが必要だとおっしゃったじゃない。それと中村さんの言ってるその、ね、まさにこう経済教育というのは何教育というのは、うん、これを うまく合わせたようなものができて、小学校くらいからやっていくと、やっぱりこう理想的にこう失敗を恐れなく、ね、チャレンジ精神旺盛なやっぱ若い人と、これから何年かするとニョキニョキッとこう世の中に出てくるのかしら。そこにはまだ足らないものがあるなと私は思ってまして、はいはいはい、私自身ですね、うちの親は本当に共働きで、母親も働いてたので結構弟と一緒に留守番をしてた時間が長かったんですけど、まあ結構近所のお姉さんとかから影響を受けたりとか、近所になぜか団地だったんですけど、団地の部屋で英語を教える人がいたりして、で振り返ると小学校の時に英語を学びに行ってるんですよ私。でも中学の時全然英語の教科勉強好きじゃなかったんですね。それを振り返ってあったんですが、あと何が言いたいかと言いますと、そこに足らないのが、うん、私オーストラリアに行ったワーキングホリデーが一番初めて生まれて初めて海外生活をした、そして外国人としてその土地で存在していて、うん、はい、でまた語学留学の場合は英語圏じゃない人たちが集まっているんですね。で、まあ、その語学留学といっても社会人の人たちが多かったので、終わった後夜、まあ、パブに行ってビールを飲むという時あったんです。そんな時にですね、まあ、例えばスイッツランドとか、あとそれからタイとか中国、それからもちろん韓国、その英語圏じゃない若い人たちと一緒に飲んだ時に、まあ、皆さんお互いの国に興味があって質問が出てきてくるんですけど、ジャパンはもちろんですね興味を持って質問されるんですが、日本の政治と宗教のことをやっぱり聞かれるんですね。私は20代の26歳の時にオーストラリアでワーキングホリデーやった時、日本にいる時は政治の話と宗教の話をこうはっと社会人で、私も営業やってたんですけど、その時にお客様先で政治と宗教と野球の、まあ、その好き嫌いを話すというふうに新入社員研修で教え込まれましたので、
まあ、社会人だったら、まあ、他人と政治と宗教の話はしてはいけないんだなと思ってたんです。ところが海外に行くとですね、あなたの宗教は何って聞かれるんです。で、私は答えられなくてですね、まあ、でうちの実家に特に仏壇もなかったし仏教とも言えないしどうしようっていう感じで、まあ、そこから私は日本人としての自分探しが始まりまして、やっぱりこう海外に出て行った時に相手からは日本人として見られるわけで、やはりそこはしっかり軸として持っていかないと、自分が何者なのか、ましてそれまで私は日本ってこうだよねってこう20代で愚痴を言ってたわけですよ。なんで日本ってこうなんだろうねみたいなことを海外に行くと余計に言ってたんですよ、日本人として。そこでちょっと私はやはりアジアの国々の人たちが自分の国はこうだけどすごく尊敬してる、誇りに思ってるって言うんですよ。で、日本人から見たら後進国なんですよね、そこの人たちは。で、その人たちが自分の国を誇りに思ってるってしっかり言うんですよ、その、まあ、日常英語しかできない人たちが。私そこで実は絶句してしまった経験があって、恥ずかしくなっちゃったんですね、自分が。ちょっとそこからですよ、私は日本人としてあるべき持つべきものっていうことを探していく、まあ、ストーリーが始まったっていうところが、まあ、それはちょっと私のストーリーなんですけど。ってことは何、日本人がチャレンジスピリットをもう一回醸成する上で、そのお金教育だけじゃないとおっしゃって、はい、でそれじゃそれだけじゃないっていうのは、例えばもっと日本を根本的にしっかり、何知ること、例えばそれは政治の問題だったり宗教の問題だとおっしゃったけど、でそれを持つことが若い人たちが何チャレンジ精神とかをこう育てていく上で、一つもう一つ質の要素として重要だっていう意見ですよね。そうですね、もう少し、ちょっと中村さんじゃあるんですか。私もそこは賛同するとか多くてですね、うん、やっぱりそのグローバル化っていうと、どうしてもこう外国のことを知るっていう現地の方が多いんですけども、そもそも自分たちのことを知らないから外国人が連携できない。ですから、はい、例えば本当に外国人採用してみて朝掃除をしてない、はい、でこれは、はい、掃除をするのを契約に入れてないからなんですよね、はい、やっぱりギリシャ教か分かりませんけど、契約の文化のところと、我々日本人はやはりこう、まあ、神道の文化でやはり、はい、もう神様の前ではきれいにするっていう当たり前の文化の中でやっぱり、はい、まあ、育ってきている人間たち、やっぱりそもそも日本人は何かっていうことを知ること、でおそらくその日本人は何かとか、あとまあ東洋人とは何かとか、そういうところがしっかり理解できてくると、やっぱりその使命感とか、あと責任感、そうか、使命感、責任感で、そういうところからやっぱり自らのこう主体性がどんどん出てきて、もう自分がやるしかない、なるほど、はい、そこからチャレンジ精神とかにはつながっていくんじゃないかな。なるほどね、それはいいポイントですよね。確かに、どうだろう、今の日本の若い人たちに使命だとかって聞いてもはっていうな感じなんでしょうね、それがね。やっぱり自分たちのその、なんていうかな、まあ、怖いというかね、はい、なぜっていう部分が全く考えるような機会がないからなのかもしれないね。これはやはりその大人が教えるしかないとかですね、まあ、先ほどのタクシーの運転手さんにしてもですね、はい、やっぱりまあ親が分かってないケースも本当はあると思うんですけど、やっぱりその、はい、親の方がやっぱ子供と比べたら圧倒的に視野が広いわけですから、はい、そのタクシーに乗せていただくことの裏にある背景を全部親が説明すれば、やはり子供も理解すると思いますし、あとはやはり子供からしてみると、まあ、両親祖父母ぐらいまでしか先祖は見えないんですよね。はい、でも実際はその上にずっとつながっている先祖がいること、はい、こういったところまでしっかり教えていきたい。お二人にそういう話を伺うとは全く思ってなかったちょっと私は驚いてるんだけど、そうなるほどね、はい、そうか、やっぱり、はい、海外から見ても日本の教育の中で日本の者たちがちゃんと日本を語れて、はい、で日本人としての使命感を持つとか責任感を持つってところがやっぱり原点なんだっていう、そこはなんとなくね、はい、それは両方やっぱりないと、うん、私自身国内を出たことない時は、うん、やっぱりマジョリティ全てが日本人で、その中での序列の中で生きてましたので、うん、で海外に出てからですよね、うん、from Japan っていう感じですので、うん、本当にアウェイで、はい、そうすると自分がどうこう振る舞ってどうあるべきかっていうことをやっぱり外国人からの目にさらされるわけなんですよね、うん、
ぱりそこを意識せざるを得なくなるという経験をやっぱりしないと、またこの視点は多分国内を出たことない人にも出しにくいところってあるのかな。だとすると何、日本の若い、ね、はい、あの人たちも小学校から海外行けって話、そこまで小学校の時代でしたら、はい、本当に家庭から外に出て、それこそそのスポーツ選手に会うっていうのも全く違うところのカルチャー、ワールドの人と会う、あのやっぱりその年齢層もそうだし、なんていうんですか、そのソサイティもそうだし、はいはい、全く違うところの人と触れ合う機会を作るっていうのがまずベースとしてすごく必要じゃないかなと思いますね。あとはやっぱり先ほどから出ているその日本人とはみたいな、ね、日本の基本的なそのそう、ね、なんていうかな、やっぱり、はい、何で教えればいいのかな、やっぱり道徳とか、そうですね、日本人神道、日本人には必要神道、神道かよまあでもそれも知っとくのも必要だし、あの私もね、こうなってから、うん、なんか30代で日本語の場合愛国心っていうんですけど、そのね、愛国心って言葉を使った時に、まあ、例えば私はお酒好きなので飲みに行った時に20代のことを、はい、愛国心って言葉を使うと、カズさんって右翼ですかみたいに言われるんですよ右翼じゃあ左翼は何なのみたいな、そこがすごい、まあ、戦後やっぱりタブーにされてしまって、はい、うん、ね、私やっぱ松下幸之助さん尊敬してるんですけど、松下さんおっしゃったのが、その真の愛国心とは、はい、やっぱりこの周辺の諸国ともしっかり仲良くし、することが真の愛国心だっていう、まあ、それこそ本当にそうだと思いますんで、はい、わかりました。そうかそうか、はい、ただ単に、なんていうかな、スキルとか、ノウハウの勉強だけじゃなくて、我々の本当のルーツみたいなところはやっぱり若い頃からね、しっかり学んでるってところが、お世話になった使命感とか責任感の醸成に役に立つと。で、それが最終的にはその子たちがやっぱりこうチャレンジセッションを忘れないって、そこにこう、そういう行動につながってるんだっていう、そんな意見だったのかな、というふうに思います。はい、もう一つどうしてもグローバル人材育成に必要なものがあって、グローバル人材育成2つ言わせてください。2つ、はいはい、もう一つはやっぱりその学校教育の中でいつもやっぱり正誤、それから1か0 A か B か、もうその議論を今大人たちがいつもやっていて、反対賛成、まあ正誤1か0か、はい、もうこの思考で、あの海外に来ている駐在員の人たちと話しててもいつもその思考パターンなんですね。あの物事を、例えばこの解決策を考える、戦略を考える、方策を考える、アイデアを考えるときにいつも1か0か、それが正しいか間違いか、そういうこう議論の仕方の思考パターンになっているっていうのをすごく私いつも感じていて、あのそれは何が言いたいかというと、 A か B かじゃなくて A か B か C か、まあ、E か、そして F ができたんで F と A をまあ合体させて Z っていうのを作れるよねっていうような考え方が、まあ、ディスカッションしててもできないんですね。それがシンガポールですと A か B か C か D ぐらいは必ず出てくるんですよ、ディスカッションすると、外国人とやると。でも日本人とやると、いやそれはまずいでしょ、やっぱりそれは違うでしょうか、なんかどっちかっていうと感情的に賛成反対みたいな議論になっちゃうんですね。それがなんかすごく日本人のなんか思考パターンだなって思ってまして、そうすると、まあ、男性社会の日本の企業さんの組織ってあるので、まあ、大体横並びで、まあ、誰々さんがそう言ったからじゃあそれでっていうふうになっていくんですけど、そうするとその全く違う視点での意見っていうのはその中に入り込みにくくてですね、まあ、実際にあの海外ではその会議の中に外国人もいるんですけど、やっぱりその正しいかは、まあ、間違ってるかっていう議論になっちゃうので、逆にそれは間違いだろう、違うだろうって言われちゃって、あの言えなくなっちゃう、まあ、そういうやり方を海外でもあの日本人の方はやってしまいがちでして、それをやっぱり変えていかないと、いつまでたっても賛成反対で頓挫しちゃっていいものが生まれない、クリエイティブなものが生まれないっていうのがすごく私も危惧しているところです。そう言ってると、あともう一つはそこをあのやっぱり、
まあ、反対賛成派の人も納得して、そもそもみんなさ、これは何のためにこんなに一生懸命議論してるの、私たちはここに向かっていくんでしょということをしっかり明確に見せていける、やっぱりリーダー、まあ、そのリーダーシップのスキルを高めていく、やっぱり教育プログラムっていうのが本当に小学校から必要だなというふうに私は思います。すいません、2点追加させてもらいました。そうか、最初のやつはちょっとあれかな、日本の企業の中の思考方法、組織の、組織自体の問題みたいなところにも行き着きますよね。やっぱり、変にこう上の人に逆らわないので、やっぱり上の人の存在意義がイコールダメ出しになっちゃってて、でそれがこう下の人たちがいろんなこうね、まさに Z とかそういうこう全く違う下の解決策をこうね、最初からもうのけから諦めてるみたいなのがあるじゃない、はいはい、そうなんですね、はい、なんだけどそれはちょっと教育問題とは違うのかもしれませんけどね。まあよく我々は最近イノベーションを起こす上で組織の中の構成員が Yes、うん、But っていうふうに言うのはやめてくださいと、Yes って言った後 And って言って続けてくださいっていうふうに相当コーチングするんですよ。それをやると、はい、発想が積み上げ方式になってくるんで新しいアイデアが生まれてくるんですよ。ところがなんか例えば部下の人が提案した時に Yes って言ってるからその後 But って言うともういきなりもう提案をこうもういきなりその次が起こすんです。なのでこういう発想でやっぱりいろんなこう異なる考え方っていうのを、まあ、むしろ取り入れていこうと、そうですね、出していこうってそういうやり方していきますけどね、はい、あとリーダーシップの問題はすごく私も賛成ですよね、はい、やっぱり日本の教育の中でリーダーシップっていうのは実は何にもこれっぽっちも全然違う、何もやってないです。そうで、なのでさっき のまさに何使命感だとかチャレンジ精神だとかっていうことと同時にやっぱりかなり小さい頃からリーダーになるようなそういうこう種を植え付けるというかね、そういう教育がすごくやっぱ重要だと思いますよね、はいはい、もうそろそろ時間になっちゃったので、はい、お願いしておきたいと思います、はい、どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。